彼って全てが上手いんですよ。トラップからドリブルに移るまでは全ての動作が速いので、あ、これはもう無理だと、こういう子がこれからを襲っていくんだと。柴直樹さんでーす。どうもー。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰ご無沙汰。元気ですか？はい、元気でやってます。もう仙台のスーパースターでしょ？何を言ってるんですか？仙台時代は非常にお世話になりました。いやいやいや、もう、俺が仙台に移籍した年に直樹が新人で入ったのね、高速でね。僕今でも自慢があるんですけど、スーチたけしに送り迎えをさせてたというのは、まだまだ語っております。なんかあれ免許なかったんだっけ、まだまだ多分取り立てとかあって、で家がね近所だったんですよ。そうね、そうね、すぐ近くだったので買いに来てくれるといい。そんなのもあって、まあよくねご飯も食べたりしましたけど、はい、お世話になりました。いやいやいや、もうそこからだって18歳から入って、いくつまでやったの？今日34ですか。15年です。15年、素晴らしいね。はい、なんか自分でもよく長くできたなと。 J1 行ったり J2 行ったりっていうのもかなり経験したわけじゃない。だって俺ら行った時はもう結構寄せ集めじゃない。 J1 からね JFL 時代にガッといろんな人が入ってきた時で、もう吸収することばっかりだった。で、18歳で中島浩二とか入ってきて、細い子たちが入ってきたなーっていうね。ガリガリでしたもんね。正直練習ついてこれんのかなとかさ、そういうの考えてたもんね。まあでもね、その後一緒に練習したりさ、まあ、そんなところから15年やったってすごいよ。僕もだから浩二も長くできたのは、まあ指導者含め先輩含め、ね、いい人たちに巡り合えたんだろうなーっていうのは2人でよく話したりします。まあ浩二の場合はね、まあ仙台からこう移籍してってまたいろんな人たちと出会ってるけど、長くの場合はもうずっと仙台から、やっぱ監督も変わっているね、ともともにそうだけど、もう語り尽くせないぐらいあったと思うけどさ、水さんたちいなくなった、もうその後ひどかったからですからね。もう96年97年でもう半分以上みんな辞めたじゃない。でも逆に直樹はそこからレギュラーになるでしょ、みんなで若手中心でみたいな話もなってるけど、うまく言いくるめられただけで、お金の問題とかね、チームの経営とかっていうのを今考えたら多分結構やばかったんだね。あの時は一番ピークですね。ピーとかは分かるよ、お金もらってるの。俺全然もらってないからね。またみんな言うんですよ、その時の。いや、ほんと浦和レッズから仙台行った時に給料は上がった。そういう意味ではね、仙台でちょっとこうお金給料上がったっていうのはありがたかったけど、給料高い順からクビにするよぐらいの感じだったからね。清水さんになってから J1 上がったんだっけ？そうです。清水さんになって J リーグでバリバリやった人たちがこう仙台に来た時っていうのはどんな感じだった？でもね、清水さん一気にじゃなかったんですよ。で、なんて言うんでしょう、要所要所でいい選手をポンポンポンとこう補強していった感じで、なんかいろんな意味で刺激はありましたけど、スター性すごかったですね、昔の。俺らが行った時よりも元代表クラスがその頃は行ったわけじゃん。しかも個性がある人たちばっか。だからあの時にすごくこう一気にベガルタ仙台っていうものが人気になってきたんですよね。お客さんもやっぱりそこそこ入ってたし、仙台スタジアムができた時もね、やっぱスタジアムに人が入るっていうのは根付いてるよね、ずっと。仙台すごいですね。本当に嬉しい限りですね。あそこまで行くと思いませんよ。大丈夫かなってみんなが思いながらね、やったわけだもんね。楽天イーグルスより先に行ってたってのは良かったね。スポーツ界でなかったんで、唯一。うんうんうん。あれ、水さん、仙台スタジアムのこけら落としで。出た。絶対ゴール決めちゃうと思ったもん。あの試合が結構分岐点で、本にみんな持ってくれてんだっていうのを、すげえ感じて。いや、でもあのスタジアムはやっぱりいいもん。今でこそ他にもできてきてるけど、なかなかなかったと思った。未だ終点あれ、泉中央。泉中央終点です。地下鉄、はい、南北線。東西線もできたんですよ、地下鉄。あ、でも仙台も変わったもんね。ベガルタがずっと J1 にいるわけだから、まず。俺も去年の開幕戦行った時に日帰りだったけどさ。なんかちょいちょい来てるじゃないですか。全然連絡ないですよ、ね。いや、声かけてもお前来ねえじゃねえか。いや、そんなことないですよ。はいっつってすぐ言う。仙台のもうスターだからさ。そんなことないですよ。もう直樹と国分町で待ち合わせたら怒られちゃうよ、だって。国分町人いないんですよ、皆さん。助けてください。結構駅前に人が流れちゃってて。国分町はね、毎日行ってたもんね。逃げてくれる人がいないと。今更俺盛り上げてもしょうがないです。ただまあ一応、宮城絆大使っていう肩書きあるからね、まだ。ちょっと広めてくれてますか、ちゃんと。言うわってだって、もう飲み屋で名刺配ってないと。最近行けてないけどね、飲み屋にもね。じゃあ、直樹は15年やって、J1、J2、JFL と3つのカテゴリーでやってるわけだ。スタッフより長かったですもんね。今ではどういうふうに関わってるの、ベガルタとは。今はベガルタとは仕事では関わってないです。まあ、直樹はじゃあ、自分のその他の仕事で、
生活してるでしょ。そうです。今スタジアム行くと部外者みたいな顔されます。俺と一緒だ。なんかこう一線引かれるよね。そんなに悪いこと言うつもりもないですよ。全然向こうも向こうで気遣うんだよ、クラブの人たちも。まあ、仕事はねあっても常にもらってるわけじゃないから、なんか向こうも仕事いいですかお願いしますって言ってくれるんだけど、全然でも何でも言ってよ、何でもやるからって言ってんだよね。そうなんですよね。そういう立場なんですけど全然何でも考えないです、うん、高いんだよギャラが。サッカーだけは無償でやりますよ全然。そうそうそう。で他のところは結構ギャラ高いの。いやローカルですから。いやまあ俺が出てるのもテレビ埼玉っていうローカル番組だけどさでも同じような感じだと思います。うん、まあね。宣伝していいですか。あ、いいよいいよ。月曜日から木曜日ラジオの生放送を夕方やってます。定点編です。大津番組やってんの。引退してからそういう世界に入って、だからアーティストさんとのつながりがすごくなって、刺激を受けつつまた新しいことにやってます。直樹もコウジもさ、人前で話すとか率先してやりますっていうタイプじゃなかったでしょ実際で、はい、こういうかじゃないけど今こうやってねやってるっていうのは面白いよね人生って。そうですね。だ最も苦手でしたからね、ああいうのが。取材はちっとみたいな感じでした、うん、でもこれが今度聞く側になるわけじゃん。聞かれてた時に嫌だったことは言いたくないしみたいな、うんうんうん、そういう考え方はできますけど。今仙台でこうやってていろんな人と出会って仕事で繋がってるでしょ。やっぱりそんなもんなんだよ。俺なんかそれしかないからね。おさんぐらいの展開力が若かりし頃から持っていればもうちょっと違ったんじゃないかなと。サッカーは展開できたじゃないですか、直樹。終盤、もう引退間近な頃はね、そんなこと、力もなかったです。全然展開力ないです。まあでもね、直樹が引退してからとさ、俺が仙台行くとこう、ね、迎えに来てくれたりさ、ね、いろいろこう、付き合いあるけど、直樹が見てきて、仙台のターニングポイントみたいなのはどこ？一番最初はその、僕入団した時にスーパースターがいっぱいいたこと。まあ、リティがいたからね。リティ、水内ですから。いや。そこで僕はすごくそのプロっていうものを知って、で、その後にその仙台スタジアムというものができて、うん、これは盛り上がるぞと。ちょっと低迷して苦しい時期はありましたけど、やっぱり負けてても弱くても、お客さんたちが熱心に応援してくれてたんですよ、サポーターが。それがすごく救いで、我々が頑張れば多分みんなついてきてくれるっていうのはすごく感じたので、まあ、そこからは本当に清水さんが来てくれて、手倉森さんが来てくれて、なんかもうトントントンといった感じです。結果が出ないっていうのは、まあ、クラブとしては多分すごく苦しいというかね。もう一個上に行きたいって絶対思ってたわけじゃない。ずっとやっぱり上位であとは居続けることが今の目標だと思うんですよ。うん、優勝争いは毎年できるよね。長期で見たベガルタのチーム構想としては、J1 に定着するっていう部分を見れば、ここ数年はまあ、そこそこなのかなって僕は、うんでもそれも定着もあんまり長すぎると今度ね、優勝しないでただグラグラといろいろ動いてるだけではダメだと思う。うん、まあそれが優勝に引っかかってくるようなチームになってくれば、より楽しいんではないかと思っております。うん、そうだよね。ACL 出たじゃない。ね、やっぱりあの時ってちょっと違ったでしょ。まあスケジュール的に相当厳しかったみたいですけど、ね、あれがクラブとしての理想像でもあるわけですし、あとはやっぱり代表選手を輩出したりとか、なんかそういうクラブになってってほしいじゃないですか。なんかでもそういうポテンシャルはあるクラブだと思うけどね。そうですね。問題はだから下部だと思います。長くプレーして。で、まあそれが代表入りして、まあ、他のチームに出ていくとか、うん、そういうことをあんまり仙台がないので、まあ育成には力入れていかないとなっていうふうには感じます。っていうかまあ仙台育英高校とか、宮城県のその高校の子たちってユースよりも高校サッカーに行きたい方向、まあ、中学校までは、うん、ベガルタジュニアユース入りたいんですよみんな、うんうんうん、で高校に入るタイミングでユースか高校サッカー選ぶときに結構高校サッカーの方が人気あります。宮城県だと昔4強ぐらいだったんですけど、今6ぐらいのチームが常に上位に顔を出すんですね。で、そこのどこ行っても変わんないぐらいの互角の勝負してるんですよ。だからもうみんなにチャンスがあるわけです。みんなそっちを選んで、っていうパターンが多いんですね。ユースから上がって実際にそのトップで活躍してる選手がいないっていう事実。まあそこが一番難しいとこだからね。地方に行けば行くほどね、そういう課題はあるんだ。でもそこを強化しようっていうのは、クラブとしても考えてるの？いや、僕は一切部外者なので入ってないんですけど。ずっと考えてるとは思います。ねえ、俺もほら浦和レッズ全然部外者だけど考えてると思うよ。多分組織がすごいので OB たちが子供たちの指導に回ってること多いじゃないですか。それも少ないんですよ仙台。あ、そうなんだ。ユースとか誰がやってるの？ユースはだから僕が言っても名前が分からないコーチたちが多い。
やっぱりがっちりその仙台でっていう選手があんまりいないので。その辺もだから大宮なんかもそうなんだけど、みんな移籍してきたんだよね。J1 上がりましたったらそこに入りますっていう選手当然いて、はい、落ちちゃったらまた移籍しちゃってっていう選手が入れ替わりが結構多かったりするじゃない。そうするとこう、引退すると仙台に残らなかったりっていう人も当然多かったりするからね。それでも、仙台にみんな遊びだったり、必ずまた来てくれるんですよ。なんかするともう、みんなやっぱ行きたがるんだよね。いいとこだから。そう、仙台好きって言ってくれる人が多いんで、それは嬉しいです、うん。そうそう、すごくいいとこだと思うんで。国分庁盛り上げに来てください。やっぱりほら、そこはもう直樹が盛り上げて、俺の仕事作ってよ、仙台で。うん、まあ音楽系でもいいし。担当何でしたっけ？そうなんだけど。ボーカルだな、どっちかって言ったら。でもね、やっぱやめた後もこうやって話してさ、サッカーっていうのがあるんだけど、つながりがあるからさ、生き残っていこうぜ、頑張って。はい、頑張っていきたいと思います。じゃあ、直樹がさ、そうだな、はい、仙台時代で対戦相手もそうだけど、衝撃を受けた選手って誰？外国人はもうみんな外国人はすごいと思いました。日本人であえて言うと、小野伸二、中村俊輔、香川真司ですね。あ、まず一番最初は小野伸二。我々守る側、相手が何をしてくるかって予想するじゃないですか。いくつももちろん選択肢はありますけど、その選択肢にないものをあの人はやってきました。だからまあ、もう凡人とは考えることが違うんだな、うん、素直に認めました。なるほどね。それはやっぱ俊輔も近いところがあるんだ。俊輔も一緒です。で、香川真司の話はまた違って、彼って全てが上手いんですよ。トラップからドリブルに移るまでとか、全ての動作が速いので、あ、これはもう無理だと。こういう子がこれからを取っていくんだと。本当に本人にもちらっと言ったことあるんですけど、うん、君が出てきたおかげで引退を考えたって言うんですよ。もうかっこいいこと言うじゃん。でも彼のプレーを体感したときに、こういう子たちがやっぱ日本を作っていくんだろうなって思って、自分も限界を感じたのは30代じゃ太刀打ちできないですよ、あれ。まあ、そんな香川もだって今若い子たちが出てきてって言ってるぐらいだからね。じゃあ、直樹が選ぶベガルタのベストエルフに行こうか。最近よくいろんなところでやってるじゃないですか。やってるね。みんな聞きたがるんだよね、やっぱり。15年、こんなにもいろんな人が出入りしたかっていうぐらいベガルタっていろいろ変わってるんですよ。なんで僕もちょっと考えてみたんですけど、決められなかったです。外国籍だけの選手でベストイレブン組んでみたんですけど、まず千葉はこれ国籍日本なんですが、やっぱりシュミット、高校の後輩なんですよ。あ、本当になんだ。そうなんです。で、ディフェンスが3バック361です。リベロの位置にピエール・リトバルスキー。もう外国籍の選手は攻撃的な人しかいないんですよ。リティをそこの位置で来てバランスを取って、まあ実際やってたしね。その前の2バック、マンマークの2人が、今いる島尾マテ選手と、ケドロスキーっていう選手がいたんですよ。値が良くて、フィードも上手くて。ズーバー1じゃねえんだ。ズーバーはサブですね。この2人は前に強いんで、島尾選手もすごい選手ですからね。ねえ、いい選手だよね。で、日本にもすごく馴染もうとしてるみたいで、チームでキャプテンになるぐらいなんで、信頼かなり厚いみたいです。ねえ、島尾って、島尾しかも待て。島尾待て、ね、待たない。待たないもんな。島尾待たない。中盤ここら辺はすごく迷ったんですが、真ん中にダイヤモンドで4人、後ろにシルビーニョ、左にクエンカ、右にロペス。ハモンドクじゃないロペスね。アフロのロペス。あいつうまいっすよ。右にロペス、トップ下にフェルナンジーニョ。フェルナンジーニョもそうか、いたか。あれ今外になるんでしょ。そうそうそう。ガンバの時とか手つけられなかった。ああ、ね。で、両サイドが迷って2人にしました。左がチアゴ・ネイビス、うん。ロペスと同じ時期にブラジル人で来てたんですけど、若かったんですよ、まあ。技術的にはかなり高くて。で、彼がベガルタ抜けた後にブラジル代表に入ってる。ああ、そう。よくあるよね、そういうのね。ありますね。右にマルキーニ。いい雰囲気だったね。早いし。バックシューうまいしね。え、センターフォワードはマルコスかな。おー。結構いるね、やっぱね、外国人ね。まだまだ入りきれない部分がかなり。そうだね。面白いね。日本人は選ばないっていうのは、本当に。こだこだが起きそうなんですよ、僕やると。なんで入れてくれないですかって、なるからね。引退自体も5年、10年 ?9 年目です。あ、そうか、9年経つのか。早いね。俺もう22年経ってる。いや、でもまだ動けますよね。いやー、ランニングはしてるよ、今。まあでも、一応サッカーはするようにしてるけどね。なおさらこの状況だとね、ボール蹴りたいです。まあ、とりあえず J リーグの再開もなんとなく見えてきたしね。頑張ろう、俺たちも。そうですね。どうしましょう。ちょっとまた追って連絡する。いろいろ展開考えて。仙台でイベントやるときに声かけるからさ。なんか浦和とやりたいだ。まあ、オービスやろうよ。あ、やろうやろう。オービスやろう。ちょっと新幹線代用意してくれるから行くよ、みんな。これはだって浦和さんの方が、ね。行きたいだけだから。それかもう、有志を募っていくか。
盛り上げていきたいですね。そうね。だってさ、うん、F リーグもよろしくお願いします。でも引退した後2年ぐらいお世話になって、F リーグも頑張ってますんで。F リーグとか他のね、アメリカリーグもそうだけど、サッカーファミリーが、これからまだ大変なのね。サッカー全体もうちょっとやっぱ頑張っていかなきゃなっていう感じるんで。じゃあ頑張ろう、俺。お願いします。うん。ありがとうね。で、今度は酒でも飲みながら。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はーい。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札